始まりました、いがまりチャンネルです。イエーイ、始まりました。はい、始まりました。今回も引き続き ね、エイトマンの家で、エイトマンさんのお部屋をお借りしております。はい、もうあの犬と猫がいろいろね、あの横切っていたりとかするかもしれないんですけども、すごい今なんかさっきまで、ね、くつろいで、はい、あのベッドで寝てました、こっちも自分の家かっていうぐらい、はい、初めてお邪魔してます。スキルが高い、しかも日でくつろぐ、しかも日当たりとかほんまいいから、なんか、ね、しかも動物たちに囲まれてめちゃくちゃいいですよね。眠たいよね、マイナスイオンマイナスイオン違うやん、めちゃくちゃ違うということで、さあ何をしますか、チャレンジ企画です今回は。なるほど、何にチャレンジしますか。やっぱりこう、なんやろ、まあマリアさんといえばね、その、はい、例えばそのスイーツ検定とか持ってたりとか、なるほど、結構その、はい、味に対する、そうですね、もので、結構スイーツ検定の中身って言ったら、これ何と何を使ってるのかとか、そういうのがあったりとかするじゃないですか。まああったりはしますね。今回のチャレンジ企画は、はい、ある食べ物とある食べ物を合わせて食べると、はい、この味になりますっていうのを当てるチャレンジ。イエーイ、なるほど、食べ合わせ、食べ合わせですね、何ですか、食べ合わせで何になるのかっていう、はい、なんかありますよね、そういうのよく、プリンと醤油でウニみたいなこと、あら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 、え、ちょっと待って、出るのプリンってそんなベタなやつ持ってこないでよ、そんな…いっちゃいますか、そんなベタなやつじゃないよね、うん、いや、そんな P さんがそんなベタなやつ持ってくるから、そんなん誰しもが知ってるよ。はい、まあそんなんはないですよね、ないし、はい、そういう感じですよね。そんな感じですね。そんな感じですね。はい、そんな感じで、これとこれは何っていうところをちょっと当てていただくゲームになります。わかりました。はい。で、もちろん、まあ、外れれば、外れればね、前回のチャレンジ同様、モノマネ。モノマネのクオリティ見ました？あの程度ですよ。あれでもまたやるんですか？ね、わかりましたけど。はい、ということで、はい、じゃあ早速1品目の方行きますか。はい、お待たせしました、はい、まずは1品目は飲み物でございます。飲み物、飲み物、はい、これはビール、ですね、あるものとあるものを、組み合わせた、あ、飲み物なんですけども、あ、そういうこと、そうです、あ、ちょっと待って、私理解しなかった。じゃあ飲みます、いただきます。正解。やったビールですよ。だってもう 見た感じからもうビールって分かったもん。え、味も？味もまあ、うん、ビールっぽい。うん、ノンアルビール。あ、そうなんや、ほんまにそうなんやね、うん、私これあれも言えますよ、これ何と何かっていうの言ってください。ジンジャーエールとウーロン茶。違う。はい、ということで、罰ゲーム。なんでよ、おかしい。いや、余計なこと言うからやん。何で？それだけでええって言うたらよかったのに、急に自分でもう一個ハードル上げたから、それはもう罰ゲームですよ。なんでよ。はい、ということで、おかしくない？おかしいよね、でもそれ。はい、いや、今さ、よかれと思ってやったんだ。いや、よかれと思ってやったじゃん。いや、もうそれで今こう、今日、一問目だからいいじゃん。それでドヤ顔で外れたんで、ということで、この前のカメラに向かって、ビールの CM に出てる人のモノマネ。何？ビールの CM に出てる人って何？見てた、はい、これ見てるあのビール関係者の人たちはぜひ使ってみたいという人は、喉、はい、越し生で、はい、あのやり抜くんで、はいはい、あのお願いします。グローエンターテインメントの方まで一歩ください、はいはい、ビールはちょっと飲めないんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、
待って、なんかやだな、ビジュアルだってこれキュウリと何、キュウリとハチミツじゃない、これわかんないけど、うわ、いきます、どうぞ。なんかゲテモノっぽいよゲテモノよりゲテモノっぽいじゃん、なんか。いただきます。うわ、甘いな。どう見てもってか、見たままの味がする。キュウリとハチミツ。キュウリとハチミツの味しかしない。ちょっと待って。ちゃんと想像し、想像しながら。想像しながら、ちょっと目つぶって食べればいいかな。フルーツですよね、多分。たまらない、たまらない、フルーツだと思うんですよ、多分ね、まあ、フルーツだと思います。え、出ました、出ました、うん、もう考えが及ばないの。はいはい、これは多分キュウリとハチミツなんですけど、多分この食べ合わせた結果はフルーツの柿。ブブーだってそのままなんだもん。いやだってキュウリとハチミツなんですよこれ。緑やもんだって。え？キュウリとハチミツ、そんなキュウリとハチミツなんて緑やもんって何？メロンしかないじゃないですか。キュウリとハチミツなんてメロンですって、はい、メロンこんなシャキシャキしてないやん。ちょ、メロンやと思っていっぺん食べてみて。メロンやと思って。まあまあ罰ゲームですよ。気のことないよね。キュウリとハチミツ、いやいや、メロンですよ。え、だってメロンなんて、ないよ、絶対。ちょっとメロン、メロンはやと思って、そう、うん、うん、来た？もう来た？まあメロンって言われたメロンと言われた、じゃあ罰ゲーム、はい、何なのこれ罰ゲームって。メロンのやばいでしょ今自分で言ってて、メロンのモノマネってこう何ってなるじゃん。メロンのそもそもゲテモンじゃないからモノマネもなんもないないですよ。いや、そうです、はい、メロンちゃん、メロンちゃんのモノマネだ。そっくり。これ何やねんこれ誰やねんメロンちゃんって、はい、誰なん。三品目も飲み物でございます、ね、ちょっとお口直しもね、はい、ああそっか。でも見た目はまあまあありそうな色をしてますけどね。やだな、なんか怖いよね、一体の知れないやつのもの。なんかお願いしますねいただきます。あ、匂いがカフェオレみたいな。でもこれはもう1個しかないです、マジで。いいですか？はい、ミルクティーです。うわあってさしきないでしょ、ミルクティーだよこれは。いや違うんすよね。
じゃあもう一個言っていい？カフェオレ。なんだよもう。まあカフェオレっちゃカフェオレかもしれないけど、正解はコーヒー牛乳ですね。いいじゃん、一緒じゃん。どうですか、コーヒー牛乳と思って飲んでみたら。コーヒー牛乳だね。ね、コーヒー牛乳やな。何と何と何って言われたらもう正解するわ。じゃあ3つあるってことやな、今の言い方。うんうん、でもさ、飲み物やったらさ、普通に牛乳とコーヒーでいいやんってなるよ、ね、この3つも掛け合わさんくて。え、当ててみてください。紅茶、アイスティーと牛乳と何やろ。めっちゃ飲むやん。めっちゃ行くやん。いやもう分からない、はい、ブブーっすね。もういいわ、正解が麦茶で、牛乳、うん、砂糖ですね。麦茶と牛乳と砂糖。はい、それは分かんない。これでコーヒー牛乳にやると。これ拍手じゃないですか。いや普通に買えばいいと思う。普通にコーヒー牛乳って売ってるからさ、1個であるからさ。あれやろ、コーヒー牛乳が切れててさ、コンビニとかちょっと行くのめんどくさいなっていう時はもう麦茶と牛乳と砂糖で割ってくれたら、まあコーヒー牛乳に絡んでもないですけど。なるということで、じゃあモノマネ何しましょう。いいよ、好きなやって。そんなことある？そんなことあります？今だからっつってそんなありますか、そんな雑な暴挙、暴挙。じゃあいいですか、僕を言ってみまして、麦茶といえば、結構家でこう夜間でお湯沸かしたりとかするんですけど、はいはいはい、沸騰した時に夜間ってピーって言うじゃないですか。それのモノマネ。さあ沸騰してきたよ。え？沸騰してきたよ。似てる。似てるやんな。ただ猫は見て。何が起こった？ごめんな。ごめんな。大丈夫やで。もう一回でピー。おろ。すげえ。見つかった、見つかった。はい、ということで、何のモノマネなの。でもこれ分からへん。まあ、3問目も外れたということで、それ大丈夫ですか、味覚。いやいや、味覚は問題じゃないですよ。モノマネのモノマネの種類に問題があるでしょ。ヤンキー目です。あら、なんかご飯。はい、美味しいですよ、ちょっとね。でも、やったんだけど、なにこれ。これ何、なにみかんと海苔と醤油。はい、どうやって食べるんですか。の、まあ、みかんを海苔で巻いて、醤油につけてちょっと食べていただけると。え、これ、なにない。これみかんに塩をつけた方がいいの。海苔でもみかんでも何でもいいですよ。みかんにもつけます。いただきます。いただきます。さあ想像しながら食べてくださいよ。うん、みかんだもん。もうみかんなんだって。みかんなのよこれは。もう後味だって全部みかんですよこれ。じゃあもうちょっと醤油とかつけた方がいいかな。ちょっとみかんを。ああそうね、割ってみよう。これぐらいにしよう。そして醤油をぶち込み。
処理ぶち込んで、これだったらちょっとミカの主張強すぎたから、大ヒント出そうか、うん、一切分からへん、もう脳に醤油、みかって感じ。お寿司屋さん。いや、やろうね、このスタイルでしょうね、これ。お寿司屋さん、こいつ何、こいつ、こいつ誰、こいつは何ってことは、海苔じゃなくてこう食べるスタイルもあるかもしれんってこと。それって食べたらわかんない、わかんないけど、どう同じかちょっと僕わかんないんで、ただのみかん醤油じゃない、海苔が必須ってことだ、海苔があった方がいいんじゃないかなっていう、ただその海苔のもう分量で変わってるかもしれないですけど、何それ、こんなだってないよ、ジューンってしてるやつ。お寿司、あ、ちょっと分かって、あ、思いつき、そう思いつきながら食べてみます、うん、これ分かったかもしれない。来た。うん。なんだ。うん。じゃあ正解お願いします。いくら。正解。ただ、うん、いくらの味はしてないですよ。え、いくらの味でしょ。じゃない。もうみかんだもん。あ、分かった。ちょっとさ。皮剥いて、皮剥いた方がいい、皮が邪魔してる、薄皮を剥いて中身だけにして、薄皮の、うん、皮剥きます。あ、そうそうね、皮を剥いてくれた、皮を剥いて、皮を剥いてあげることとか結構あるんですか。ない、はい、初めて剥きます。あ、初めて、結構綺麗に剥きましたね、はい、ほう、はい、これをちょっとこう軍艦巻きっぽくね、お醤油つけて、巻いて、ね、巻いつけていきます。うん、いくら、いくら、うん、皮が邪魔してた。わかりました。ということで、はい、これはできましたね、私ね。はい。第4問目正解ということで、はい、おめでとうございます。ました、はい、やっと4問目です。さあ、はい、前半戦いかがでしたでしょうか。うん、なんか難しいですね、これね、結構意外と、もっと簡単と思ってました。でも4問中2問正解しますからね。なのになぜか3回モノマネやった。やりましたけど、変なこと言うだからや、自分たちで。なんか調子乗った、調子乗った。もうちょっと謙虚に行きます。謙虚に、はい。じゃあ、ご飯も楽しみにしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。なんだこれ。これ食感は関係ありますか？食感。ロケハンしてないですよね。ロケハンしてないですよ。してないですよ。食べたら指示みたいな。食べたくてあるみたいな感じ。割とこれ2つとも主張強いじゃないですか。100ポイント。え、ポイント制あったのに怒られますよ。いや、怒られるな。